いなべ天をご覧の皆様、こんにちは。いなべ市そば打ち同好会みやびの佐藤です。今日はご家庭にある調理器具を使ってできる本格手打ちそばの作り方をご紹介いたします。用意してもらうものは、どのご家庭にもあるボウル、それと計量カップ、普通のなきり包丁で、お菓子の入ってた蓋、それとラップの芯でもよろしいですし、ケーキ作りとかされる方はその麺棒を使ってください。今日はここのそば打ちの麺台を使いますが、ご家庭ではテーブルを麺台の代わりに使ってください。下に濡れ布巾を敷いてもらって、でそれで使ってください。でまな板は木のまな板が一番ベストなんですけれども、プラスチックのまな板でも大丈夫です。今日は二八そばなので、材料はそば粉を 240g で、つなぎの粉として強力粉を 60g です。で打ち粉が必要なので、打ち粉っていうのはご家庭にはないので、そば粉で代用します。で水は 150cc 用意してもらって、 100cc と 50cc に分けてもらいます。では始めていきましょうか。田尻さん、よろしくお願いします。まずそば粉とつなぎの強力粉がこの袋に入ってます。でそれを袋の中でよく混ぜていただきます。30秒ぐらいこう振っていただいたら大丈夫だと思います。普通こう混ぜたら、私たちがやるのはここでふるいにかけるんですけれども、今日はふるいをなしでそのままいきます。でまた棒の中で混ぜてもらいます。混ざったらお水 150cc のうち 100cc を先に入れます。一箇所にドボッと入らないように均等に水を入れてください。で入れましたら手早く混ぜます。パン粉状態になったら残り 50cc の半分を入れます。この時は入れすぎないように、加減を見ながらのの字を書くように少しずつ入れてください。この水は水道水でも大丈夫です。普通のミネラルウォーターとかそういうのでもいいと思います。お水が足りなかったら次から次へ順番に入れていってください。この作業は耳たぶの硬さになるくらいまで水を入れてこねてください。今硬さを見てます。指で押さえて耳たぶぐらいの硬さになったら大丈夫だと思います。もうそろそろ大丈夫でしょうかね。はい、力を入れてしっかりこねることです。ある程度まとまってきたら麺台の上でやった方がいいと思います。まとまりましたので、今度はテーブルの上に打ち粉を少し振っていただいて、その上で練ります。今これ菊練りっていう作業をしてるんですけれども、空気を抜きながら生地にツヤを出します。綺麗につるっとなったら OK です。はい、菊練りが出来上がりました。ここからへそ出しという作業を行っていきます。さらに空気を抜きながら円錐形にしていきます。綺麗な円錐形になるようにしましょう。それで円錐形を潰して地のしという工程に入ります。厚さを均等にするために地のしからまたこの後に綿棒で丸出しっていうするんですけれども、今回はご家庭なのでこのままのしに入っていますよね。ね、直径が20センチぐらいになったら、ここから綿棒で伸ばしていきます。その時にまたテーブルの上と、それから麺台の上に軽く粉を振ってください。それで綿棒を使って、今日は綿棒の代わりにラップの芯を使ってます。
で、これでまず四つ出し角を出してきます。猫の手のように綿棒を支えてください。幅が26センチぐらいで、長さが60センチぐらいになるまで、このまま厚さ2ミリぐらいで保ちながら伸ばしていきます。頑張って60センチまで伸ばしてください。で、角をきちんとこう整えておくと、あと切った時に綺麗な長いお蕎麦になります。蕎麦は75日と言われるように、わずか75日で収穫することができます。土地も気候条件も選ばないために、休耕作物として栽培されてきました。この三重県ではいなべ市と伊賀地区が主に栽培されています。栄養豊富で、ルチンやビタミン B1、B2 などが含まれていて、美容食としてもいいと思います。このラップの芯が30センチなので、それが2ついったらもう出来上がりということです。綺麗にできましたね。では今から畳みという作業に入ります。打ち粉、そば粉ですけども、振ってもらって、全体に振ってもらいます。これは面と面がくっつかないようにするためです。で、手前から上に持ってきます。で、きっちりと揃えます。で、また全体に上から粉を振っていただいて、また上に持っていきます。ちょっと短かった。ハケね、ハケがない場合はどうし、違う、どうし、そんな場合はこういうブラシを使っていただくといいと思います。で、まな板の上に粉を振って、その上に明太をのせます。ご家庭にある包丁だとこの面にかからないので、長さが、だからもう半分畳みます。そしてこういうお菓子の箱の蓋をごま板の代わりに使って切っていきましょう。太さは2ミリぐらいがいいと思いますが、手打ちそばということなので、太いのもあり細いのもあってもいいかと思います。リズミカルに切ってください。肩の力を抜いて、普通に野菜を切ってる感じで切っていただいたらいいと思います。今やっている作業がコマ開きっていうんですけれども、打ち粉はきれいに落としてください。たくさんついていると、そばを茹でた時にお鍋の中がドロドロになってしまって焦げやすくなります。続けてお願いします。こんな感じでトントンとリズミカルに切っていただくと綺麗に切れると思います。はい、出来上がったら、そばをパラパラと沸騰しているお鍋に入れてください。大量に入れると温度が下がりすぎるので、1人前ずつぐらい入れていってください。で、水で洗いましたら氷水につけて麺を締めます。完成です。刻み海苔を乗せていただくとより一層美味しくなります。包丁の長さの関係で麺が短くなりましたけれども、美味しいですよ。そば打ち楽しいですよ。皆さんもぜひ挑戦してみてください。